J1 参入プレーオフ1回戦ファジアーノ岡山対モンテディオ山形、試合は0対3となりました。カジ、はい、さん、いかがでしたか。なんか神妙な思いですね。いや、僕はもう来季に向かって走ってますよ。もう走り出してます。もう走り出します。はい、はい、もう切り替わってますね、うん、はい。振り返ってどうでしたか。ちょっと開始早々前半の5分にまずは点を入れられる形になりましたけれども、ですね、まあ、リーグ3位で迎えてホーム試合ということで、歓声の中で、大歓声の中でちょっと浮き足だった部分があったのかなという、一番ね注意しないといけない相手の山田選手であったりディサロ選手っていうところをちょっと話してしまったのがもう残念だったなというのはありますけどね、まあ、これが、まあ、今の実力なんですよ。でもかといって今シーズンね、リーグ戦では3位ですから、もうこれチームが積み上げてきた結果がリーグ戦の3位っていうのは、かなりチームとしても戦力的にもかなり充実してしっかりと戦えたシーズンだったので、まあ、恥じることのない結果だったと思いますね。この敗戦を糧にしながら、さらに強いファジアーノ岡山で迎えることができるのかっていうところは来年進化を問われると思います、うん。まあ、なんとかやっぱ追いつくために、攻撃に出るしかなかったですし、まあ、ただ慌てる時間帯ではなかったし、あの 0-1 の時間帯も長かったので、まあ、後半、残り20分ぐらいであの取られましたけど、まあ、あの交代選手含め相手が、ま、もっとあの勢いを出してきたのも、まあ、一つありましたね、はい。まあ、あの誰が出てもあの得点だったり、勝ちをつかんだ結果が本当3位だったので、ここはもう本当自信持って、はい、また来季につなげてほしいなと思いますし、はい、また楽しみでもありますね、はい。まあ、リーグ戦後半になればなるほど、こう何でしょう、入ってきた新しい選手もすごく戦力になる選手が多くて、うん、全員がこう戦える選手が揃ってるなっていう風な印象だったんですか。はい、まあ、そうですね、若い選手がやはりこう田中選手って佐野選手、うん、本当にすごくチームを活性化してくれたなって、プラス夏にあの移籍してきた選手たちもすごくフィットした、でいい循環で競争が生まれて、であの監督の木山監督もしっかりとそれを見ながら、あの平等な立場で見ながら選手を起用できたっていうのは、一番、まあ、チーム力としては備わってきたのかなと。年間的にもやっぱりチームの戦力ダウンにはならなかったので、全く同じ戦いができた中で、まあ、3位という素晴らしい結果にはなったと思いますね、リーグで、うん。もう本当に終盤にかけてサポーターも、うん、もうみんな J1 昇格を願う、うん、もう心が一つになってましたよね。まあ、そうですね、本当にこの瞬間っていうのはやっぱりファンサポーターの皆さんもこれだけの人が後押ししてくれてっていう中で、まあ夢目標に向かってみんながこう一丸となって、岡山県がなんか一丸となってたなっていうのを感じますし、まあ、さらに、まあ、今回ね負けてしまいましたけど、また来季に向けてのその目標だって夢っていうところは、みんなで岡山県全体でね盛り上げていってほしいなと思いますね。そうですね、はい、来季に向けてファジアーノ何が必要だと思いますか。攻撃、うん、やっぱり今日も打開できなかったっていうところが、やっぱり決定力的なものもそうですけども、まあ、そこをどう改善していくのかっていうところは、まあ、詰める細部を詰めるじゃないですけど、あのああやって守られてクロスに対しても守られる中でどう変化をつけていって攻撃をフィニッシュで終わってシュートを決めきるのかっていうところの形も作っていかないといけないですし、まあ、あとは今日に関してちょっとなんかあのいつもであれば自分たちがカウンターを仕掛けるのに逆にカウンターを発動させてしまうような守備っていうところ、自分たちが攻撃を相手の陣地で攻撃を仕掛けている時の守備っていうところのもう一個細部にわたって徹底するところは多分重要かなと思いますね。リスク管理の部分、リスク管理の部分ですね、うん、ちょっと不慣れな部分もあったのかなと。そうですね、うん、ちょっと切り替えの遅さも目立ちましたし、ちょっと中盤でのルーズさっていうところ、あの前線からこう中盤に降りてくる選手に対して誰がつくのかとか、出てくる選手に対してどう対処するのかっていう切り替えの速さもあるんですけども、まあ、そういうところの、まあ、ディフェンスをどうあの徹底するのかなっていうのは、まあ、来季に向けてのいい、反省点だったんじゃないかなと思いますね、はい。
赤嶺さんはいかがですか。そうですね、もう今梶さんが言った通りですけど、このディフェンスラインとこの中盤の間のスペースとか、今日の1点目もそうですけど、そこを疲れてスルーパス出されてっていうのがあったので、そこを誰がつくのかとかスペースを埋めるとか、それで本当細かいですけど、そういった修正点もやっぱり大事だと思いますし、あと攻撃は、まあ、セットプレーは今シーズン迫力持ってリーグでも上位の方だったと思うので、得点数、あとはもう流れの中から、はい、しっかりサイドから崩すのか、それが防がれてたら、まあ、中なのか外なのかという、そういう使い分けもバリエーションをしっかり持ってできれば、もっと嫌なチームになると思うので、まあ、プラスまたセットプレーの強みもあると思うので、どれぐらい残留してくれるかによりますよね。そうですね、またこの選手の契約などもありますので、そうですね、まあ、移籍でしたり、はい、まあ、残ってほしい選手多いんですけどね、はい、選手もそうですけど、もうみんな皆さんそうなんですけど、まあ、やっぱり1年1年この選手はもちろん勝負なので、うん、まあ、そういう選手もいろいろ入れ替わりながら寂しい時期になってくるよね。もう梶さん一緒にプレーされてた方いない、いらっしゃらない。もうその二人、木山関戸ってその二人だけだったのに、ね、ほんまにいない。だからもう一回復帰してくれたらまた戻って、あー赤嶺さんいるみたいな、今日なんか出ますかみたいな話とったりしてましたよね。ほんまに、ね、購入なるか、ね、ちょっとね、まあでも、まあ新しい選手入ってきてね、まあ活躍してくれたらね、本当にまあ出ていく選手はもうこれはもうサッカー選手やってたら仕方がないことなんで、まあまた新しい風がまた吹いて、また岡山に強い岡山を戻してくれるっていうね、期待はしたいですね、本当に。うん、これは来年どうなるか、これとりあえず来年は無人島から始めましょう。どういうこと。もう一度厳しい、もう一回そうですね、合宿で、合宿で、ね、合宿で無人島合宿を。もう来シーズンこそ J1 昇格、自動昇格をまず目指していきたいですよね。もうそこで呼んでもらっていいですか。自動昇格、このヒヤヒヤなこの戦い嫌なんですけども、の時だけ来られますか。はい、いやいや来てください。橋さん待ってますから、皆さん、その時にね、赤嶺慎吾と梶谷明よろしくお願いします。ぜひその時はお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、来シーズンこそ J1 昇格。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って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 、分かってくださいよ。いやいや、ちょっと待って待って、今のは、あー、そう、もう一回行く、もう一回、もう一回行く。頑張れバチアノ。なんかさ、ちょっと待って待って、もうちょっとさ、事前になんかないの、なんか急になんか自分のタイミングで俺らも後出しみたいな感じで、待って、来シーズンこそやりますか。やりましょう。来シーズンこそ、はい、お願いします。二人とも、さあどうやって締めるんや。ちょっと待って、今回はどうやって締めるんや。いやいやいや、赤嶺さんお願いします。無茶ぶりきました、無茶ぶりきましたよ、赤嶺さん。今から本当難しい時期になりますからね、うん。これどうやって締めるんですか。お手本を見せていただかないと。締め方をやっぱり見とけよ。はい、お願いします。もう勉強させていただきます。そうですね、この野郎、はい、やっぱり夢を見させてもらったなと思います、はい、でまた来季に向けて、またファンサポーター、岡山県民もう全てがまた一致団結して、プレーオフ J1 昇格、自動昇格、そうやな。そうやな、自動昇格ね。来季こそは本当に自動昇格でね、はい、本当にJ1 昇格して、はい、そういう夢をね、皆さんでもう一回掴みましょう、はい、じゃあここで、頑張れファジアーノで締めたいと思います、はいはい、じゃあいきますよ皆さん、来季も J1 目指して頑張れファジアーノ。